はい、酒好きのもとに苦手な飲酒動画でーす。今回は、チューハイ。札幌のキレートレモンサワー。これ前飲んだような気がするんだけど、まあ、いっか。果汁が 13%。これ飲んだ気がする。クエン酸が 2000mg。ビタミン C が 200mg。アルコール度数 5%。これはお酒では、間違えた。これはお酒です。ジュースではありませんと書いてあります。原材料がレモンとレモンカーヒーエキスと、ウォッカと糖類と香料と酸味料とビタミン C。となってますね。まあ、クエン酸が 2000cc 入ってるんで、まあ、ぶっちゃけ、疲れとかにはいいかもしれないですね。まあ、間違いなく酸っぱいとは思うけど。まあ、俺酸っぱいの好きなんで。別にどうでもいいんだ。酸っぱいのは好きな人間なんですけど、梅干しとかも大好きやから。乾杯。うん。うん、酸っぱい。酸っぱい。うん、でも、うん、割と甘さもあるんで、うん。甘くて酸っぱいって感じ。あ、キレートレモンサワーのストロングなんてあるんだって。これ飲みてえな。これ普通にうめえぞ。うまいうまい。えぐみもないし、飲みやすいし、酸っぱくて美味しいし、まあ、レモンの味ですけど、ちょっと、あれやな。うん。まあ、レモンの果皮エキスが入ってるからか、レモン感が非常に強くて美味しいですね。そもそも果汁が 13% も入ってるって、レモンの果汁 13% も入ってるってなかなかないね。あ、これうめえな、マジで。これ暑い。今日は暑かったんよ。今日も30度ぐらいあってんけど。いや、これうまいな。暑い日にこういう酸っぱいものは、あれやね。これのね、アルコール度数 9% のストロングバージョンもあるみたいです。これ超飲みてえな。あれ？あれ？これ古いやつかな？一応、ポッカ札幌の、あれには、まあ、ホームページには、クエン酸が 2000mg、これは 2000mg って書いてあるんだけど、ビタミン C が 300mg って書いてある。こっちの俺が今飲んでるやつが 200mg しか入ってない。うん、100mg どっか行ったら多分新商品じゃないパターンのやつだ、これ。で、キレート作用というのがあって、ミネラルを溶けやすい形に変える働きのことって書いてある。これはうまいな。ぶっちゃけ酸っぱいんだけど、なんていうかな。レモンの果皮の苦さも特にないし、えぐみもない。すっきりしていて飲みやすいし、そこまで酸っぱいかっていうと、まあ、甘さも結構あるんで、非常に飲みやすい。これはうまい。これうまいな。ちなみにストロングバージョンが、これたまに甘味料含まれてんだよな。ストロングのパティーンで、なぜかストロングだけ、あれやね。含まれてることあんね。甘味料が。あ、大丈夫ですね。ストロングバージョンにも甘味料が含まれてないんで、大丈夫です。俺も飲めます。うん。これうまいな。
なんていうか甘すぎないし、その甘さを酸味でちょっと甘くなさすぎず、酸っぱすぎず、これ夏にはこう最強やな、これな。うめえ。うん。うまい。ちなみに、キレートレモンサワーのマルチビタミンっていうのもあるみたいです。ビタミン B1、B2、B6、B12 が入ってるやつ。うん。まあ僕はちなみにこちら。じゃーん！毎日飲んでるディアナチュラルのビタミン B 群。これ飲んでるから大丈夫。うん。あ、美味しい。あ、さらにまた限定のやつがある。札幌キレートレモンサワーのヒアルロン酸プラス。ヒアルロン酸、これ女性には嬉しい。ヒアルロン酸 10mg を新たにプラスだって。これうまいなぁ。非常にレモンサワーとしても非常になんか飲みやすくて、これぐらいの甘さがちょうどいいんですよ。うん。やっぱチューハイっていうからには甘くない。でもストロングバージョンも飲みたいっすね。どっか売ってねえかな。キレートレモンサワー、ストロング俺見たことねえんだけど。まあ、あったら、見たことあったら即買いしてんだけど。ああ、これ、リニューアルしたっぽいっすね。うん。わかんないけど。2017年4月下旬製造分から、リニューアルしたと。書いてあります。うん。この商品はクエン酸 2000mg とビタミン C2000mg、括弧ともに一貫あたりはそのままにお客様から高い評価をいただいているレモンの濃い味をさらに楽しめるようにレモン果汁を10% から 13% にアップしてレモン本来の美味しさを強化しました。確かにレモンの旨味っていうかあれがやべえ。うまいなぁ。キレートレモンサワーは頑張る女性を応援する RTD として、なんだ RTD って。30代から40代の働く女性に支持され、2016年売り上げは、前年比の 150% と大きく伸長しました。うん。当社はこの商品を通じて頑張る女性のキレート、元気を応援していきます。いや、これ普通にうまいぜ。普通にうまいぜ。最近飲んだレモンサワーの中で一番うめえと思う。やっぱ札幌はあれだな。チューハイうまいね。だいぶチューハイに力を入れてるのか。札幌のうまいっつったら男梅サワー。で、さらに新しい辛口の男梅サワーなんていうの出るらしい。そして愛のスコールサワー。あ、愛のスコールブルーソーダサワーなんてのもある。愛のスコールレモンサワー。愛のスコールマンゴーサワー。で、あとは、これね。前飲んで俺5つ星つけたけど。香るウーロン割り。ウーロン茶割り。あれも5つ星つけましたけど。これも札幌や。すごいな。あと、主にまあ、ネクターサワーとかもありますけどね。すごいな。これめちゃくちゃ札幌うまいぞ。札幌推しだな、これ。チューハイは札幌推しだな、これ。札幌、辛口男梅サワーが7月の24日発売。あと2ヶ月ぐらいあるわ。あと2ヶ月後か。ちなみに、愛のスコールのブルーソーダサワーも、7月10日発売。これもあれやね。
あとあとや。アイノスコールのホワイトサワーっていうのもすげえうめえんだよ、これ。前俺マンゴーサワーに5つ星つけたけど。恐ろしくうまいからな。うん。あ、ここら辺。あとはまあ、エビスビールは札幌やけど、劣化したからまずいとしても。まあ、あとは札幌、ビールだと札幌ラガービールとか。まあ、札幌黒ラベルもあれやし。まあ、麦とホップとか、あとホワイトベルグもうまいしな。まあ、割と全体的にうまい。まあ、いろいろ見る限りだと、麦とホップの東北の香りっていうのと、香る、フラノが、新商品に、7月の10日発売らしい。で、さらに、札幌レベル9、贅沢ストロングっていう、これもあれやな。またこれあれか。対抗してんのか、これ。アルコール度数 9% の、第3のビールが出るらしい。史上初 9% の新ジャンル。まずそうやな、これ。まあ、これが、6月の5日発売らしい。うまい！うまかったなぁ、これうまかった。これうまかった。あー、うまかった。久々にうまいレモンサワー飲んだ。これはリピートやな。ほぼ、しかも夏、これから暑くなるのにこれやで、酸っぱいものでこれあれになる。コクも非常に、レモンサワーとしては非常にコクがある。で、甘さもまあある。香りは、うん、まあ、こんなもんだ。これは5つ星だわ。うまい！3445です。皆さん飲んでみてください。うまいぞー！これから夏。暑い時にこれ酸っぱいものでこれリフレッシュできんぞ、これ。ということでご視聴ありがとうございました。